王様のお庭で繰り広げられるドラマは新伝説誕生へ。その舞台となるのは埼玉を中心に首都圏で28店舗を展開するガーデングループ。チームお庭メンバーが最高の遊びを求め、王様のお庭で繰り広げる最高のエンターテインメント、パチンコスロット自腹実践ドキュメント、お庭伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。今回は2店舗同時収録、チーム西浦和 VS チーム北与野。実戦の舞台となるのは4月にグランドオープン、新しく生まれ変わった新ガーデン西浦和。 JR 西浦和駅徒歩4分、パチンコ400台、スロット400台、総台数は800台、大型立体駐車場も完備。そしてもう1店舗は新ガーデン北与野。北与野駅近く、与野中央通り沿い、大型立体駐車場も完備。パチンコ416台、スロット384台、その総台数は800台、2店舗総台数はなんと1600台。9時50分までにお並びいただいた方に入場整理券を配布します。10時に入店、遊戯開始。撮影当日の実際の映像はこちら。出演者も一般のお客様と同じ条件で並んでおります。今回も2店舗ともに朝一から大勢のお客様で大盛況。この状況の中、果たしてどんなドラマが生まれるのか。さあ始まりました、お庭伝説。今回は2店舗同時収録、チーム西浦和 VS チーム北与野。うわ、はい、よし、よし。というわけで、はい、我々はですね、はい、西浦和店で実践と、はい、なります。ということはチーム西浦和ってことですか。そういうことですね。なんかいろいろ背負っていろいろやってきましたけど、今回ホールの名前を背負って、そうですね、荷が重いですよね。荷が重いよね。負けたら結構怒られるんじゃないかなみたいな、ちょっとビクビクしちゃう。そうそう、ね、向こうも相当ビクビクしてると思うんですが、今回のルールなんですけども、はい、負けたチーム、はい、最近多いですね、罰ゲームがあるということで、はい、そこは注意しなきゃいけない。今回のあれですか、罰ゲーム最後に分かるスタイルで大丈夫ですか。そうですね、はい、最後に分かる、ちょっと怖いけど、ね、モノマネとかだけなければいいかなっていう ね、はい、そうですね。サイキックとか俺はいいな。あ、さっぱり終わる、スパーンって蹴られて終わって、おー痛いっつって入ったーって終わるのがいいです、はい、でも勝てばいいんですよね。で、勝ったチームはじゃなくて、まあ、どちらでも、まあ、勝つじゃないですか、はい、絶対に。なんで視聴者の方のプレゼントは絶対あると。お、なるほど。ということでご安心ください。よかったです。はい、そんなわけで、まあ、行きたいんですけど、はい、何ですかこれは。最近弱いじゃないですか。もっと出るイメージ。そこでこの服。はい。まあ、ちょっと呪いには悪霊でぶつけていこうかなと思って。語られてんじゃないかって。むしろ来ちゃおうみたいな。はい、来て、なるほど。なんか気持ちいける気がしてます。チャッキーいけますね。見た目でやってきたということで、はい、で相手なんですけど。はい、弱いんですよ。あらら。まあヨッシーさん、そんでりょうこちゃん、はい、でまゆちゃん、でまゆちゃんが、うん、やばい、危ないですね。乗りに乗ってる感じが、もうやばいよ。そうなんで、ね、結構な勢いで出しまくってるんで、はい、あの子しかも出した時平然とした顔してる。出たーって言って、出ました、はい、当たり前です。もう出たの当たり前です。それが逆に怖い。怖いです。ちょっと彼女一人が怖いかなっていうところがあるんですが、まあ普通に順当にいけば、はい、まあ勝てるでしょうみたいな、まあ、勝てるんで、まあ罰ゲームあんま考えなくていいから、はい、はい、ということでチーム西浦は頑張るぞ。おう、チーム西浦和はレビン、カブちゃん、ゆずき。やった、イエーイ、はい、はい、ということでチーム戦ということで、はい、はい、この3名がチーム北与野、はい、チーム名的には、店舗的にも強いんじゃないですか。まあメンバーは置いといて、そうですよね。これが確実に嫌がらせじゃないですか、はいはい、いや多分そうです。負のオーラをつなぐまとってる二人、これをわざわざ同じチームにするという、どうしよう、引き込まれないように頑張ってそうなんです。だからまゆちゃんが引っ張れるかどうかを多分試されてるんじゃないかな。
怖い怖い怖いでもね、それぐらい絶好調っていう話聞いてるん で、うん、ね、負けた方に罰ゲームがあるっていうのを聞いてるんですよ。面白そうですけどね。面白そう嫌だよ、やりたくないよ面白そうださすがっすまあやっぱりね、はい、罰ゲームやりたくないんで、やりたくない、はい、チーム北谷の頑張っていきましょう。はい、はい、今日も一日頑張るぞ。好調なまゆちゃんにあんぶに抱っこ、チーム北谷のはこの3人。負けた方には罰ゲーム、果たして勝つのはどっち。自信ありのチーム西浦は、まずはカブちゃん、ワールドカップで盛り上がる中、キャプテン翼で勝負。西浦和店さんはもう回るビジョンしか見えないんですよ。特に回る。ここ最近調子が悪いというカブちゃん、チャッキー T シャツの効果やいかに。ところ行かないとあんま 19% くらいしかないんで、 19%、64%、75% 右上行ってよっ、あー左行っちゃいました。信頼度は低めだが、気になる発展先は、信頼度およそ 33% の東邦学園 SP リーチ。パトランプ鳴らしたいよ。よっ、赤です。赤選ばれたのは、いったぞ。無限無限なんとか 71%。 ここで激アツの無限液晶。お見事、本日一発目のゴール。確変だといいんですけど、16ラウンド。16ラウンドなら確変突入だが、はい、4ラウンド当てればいいんだ、100回転以内に。時短100回転となるも、引き戻しはできなかったですけど、まあ、回るんで、とにかくこのままでは引き下がれないカブちゃん。森崎覚醒チャレンジで再びチャンス。いけ、おっとおっと、当たった、当たりました。早い、おーい、来た、早い、持ち玉です。4ラウンド分の持ち玉で再びゴール。ゴールした。しかしまたしても各辺入らず、時短100回転で諦めるな、カブちゃん。発展、緑の子が行った、あ、当たった、当たった、引き戻しました。時短引き戻しで早々に3ゴールを決める。さらに入った、念願の16ラウンドで格変突入。あ、よかった。打つの2回目で若干しどろもどろですけど、ごめんなさい。いいんです、ゴールさえ決めてくれればいいんです。超えた、よかった。格変中はゴールが決まれば16ラウンドで格変継続。おっと、あ、ゴールゴールゴール保留。ゴールってもう熱くないですか。だってゴールですもん。あ、ゴールした。いやー、ありがとう。よし、やった。いやー、よし。頑張れ日本。カブちゃんゴール量産でプラススタート。続いてレビンはスロット勝負。大好きなんで打っていきたいと思います。リセットさえされてればかなり、美味しい台なんですよ。エヴァンゲリオン勝利ってほとんどがもう天国モードに移行するんですね。なんでボーナス3回以内にART に当たりやすい。うわー、第2種警戒体制発令されました。ボーナスを置いた時に ART に当たりやすい状態です。さあ、一発目のボーナスで ART に当たる可能性も出てきた。ART 突入への期待が高まる中で、はい、ボーナスです。はい、リーチ目出現からビッグボーナス。第2種警戒体制なんでランク8以上です。8以上で、ビッグなんでプラス5されるんで、ランク13、
結構やる敵対度高めで、はい、当てました。さあ 100になれば AR。 一発よーし、幸先よくボーナス一発で ART 突入。開始画面、あー、レイ、レイですか。レイはデフォルトなんで、あの基本画面。さあエヴァソウル貯めるぞ。1セット40ゲームプラスアルファの ART、 貯めたエヴァソウルで継続をかけた人とのバトルに挑む。ボーナスもあるんじゃねえか、これちょっと熱いパターンなんだ。ほら、よっしゃ、いやー、チャンスメタス青アイシー。獲得枚数60枚のインパクトチャンス。オッケー、ゲット。ジョーダンチェリーはもらえます。エヴァソウルをもらえますよ、ジョーダンチェリーは。ほら、さらに、再びインパクトチャンスでエヴァソウルは12個に。ただエヴァソウル12個あるんで、第17度とかじゃなければいけると思う。うわー、第10、もういきなり試練だよ。最強の第10使徒でいきなりピンチだが、バー揃いで勝利、お見事継続。完璧、第10使徒でバー揃いリプレイ来ました。で第10使徒を倒すと次回 ART レベル3ということでエヴァソウル大量に取れる。はいね、緑でね、ナビなしでも 50% でエヴァソウルもらえます。でビックリマーク出たら 100% です。第10使徒撃破でピンチから一転チャンス、着々とエヴァソウルを貯めていく。 OK で第4使徒もう大丈夫。エヴァソウル12個で第4使徒とのバトル、これは楽勝か。うわもう倒した11個残ってるよ。こうやって頑張ってね、倒していきましょう。ボーナスを絡め順調に継続させていくデビン。2000枚ぐらい出そうだ、これこの ART で2000枚ぐらい。好調な滑り出しでチーム北与野を盛り上げる。ユズキーは再び寝台として導入されたマジスティックプリンス。お当たり確率319分の1なんですけど、ストックタイムっていう120秒の間にお当たりをストックできればもう120秒みたいな。で突入率が 80% で継続率も 80% あるので、図柄揃いのお当たりさえ引ければストックタイム突入濃厚。変則スペックのマジェプリ、見せ場を作れるか。でも短かったな、でも暑いですよ筐体バイブ。お、来たか、開いて、赤文字、いいよ、開いて、オープン。あ、来た。これで一回完成して二段階目があるんですよね。シャキーンって入るから、あ、あった、後半熱い、あります、あります、いいですよ、長いね、回っております、回っております、頼みます、やった。お見事、大当たり。30回、図柄揃いなのでストックタイム入りますね。手が離せなくなりました早速見せ場が訪れる。絶対に離さないでください。トイレ行かないで、トイレは行かないで。2分間でストックします。2分終了したら放出します。また2分入りますの繰り返しです。開放の抽選をして、あ、1個揃いましたね。これで1個ストック。大当たりストックは最大4つ、1つでも貯まれば継続となる。2分終わったので1個ストック放出します。再び2分間のストックタイム開始。あーはー、やばい、1分過ぎてしまった。
継続率はおよそ 80% だが、いや非常にピンチ。終了。あー下手くそすぎる。 80% 継続のチャンス生かせず、後半戦へ期待。6月にシンガーデンが神奈川県の座間にグランドオープン。総台数828台の店内にお庭メンバーのまゆちゃんが突撃。広々とした店内にまゆちゃんもご満悦。シンガーデンのさらなる進化に乞うご期待。ガーデングループ新大情報。6月はパチンコ CR 北斗の拳7100列乱舞、 CR パチンコ冬のそなたリメンバー、 CR 段級目視録開示4ハイアンドロー、スロットは肛門ちゃま V 十字架4を大量導入。さらに新ガーデン西浦和ヤシオ川口安行がご覧の日程で新装開店、ご期待ください。まゆちゃん頼みかチーム北与野。マジカルハロウィン5、6じゃないんですけど、はい。なんとか意地を見せたいヨッシーはスロットでのスタート。お隣どこマジ出てますね。どこでもマジカルチャンスはまあ偶数期待度上がるんでね。やっぱねこの三大島ってもう全く使ってなかったら変な話一ばっかりの可能性あるんですけど、一ではやっぱ出にくいんで。まあ、もしかしたらこういう三大島にもチャンスあるかもしれない。額を寄せながら打ち続けるヨッシーにチャンス。リーチ目出てる。スイカからリーチ目が出現。はい、590ゲーム青7じゃないかな。よし、お見事ビッグボーナス。ビッグはマジカルチャンスのチャンスです。スイカだけはね全設定というか状態不問90分の1ぐらいかな。大体ボーナス中は ART 突入のチャンス。おい来たー、気持ちいい。240分の1のカボチャゾロイ、そういうのじゃないんやけど、まあ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 、これは関係ない。カボチャゾロイで ART ゲット。ART カボチャンスは1セット30ゲーム。おいし、よし、やっと来た。おし、これでストック。もう一発来たら金カボ。よっしゃー来たー、気持ちいい。これで金地球カボチャンス確定です。はい、よし、ここやぞ、頑張りどころ。ほら、ここでコインをいっぱい引こう。1セット目からカボチャ揃い2回で上位 ART のキングカボチャンスへ。キングカボチャンス中はベル揃いの4分の1でセット数をストック。確実に乗ったんが1個だけあります。はい、ということでまあ目に見えてる分で2個っすね。あとさあ頑張ろう。いつになく好調な展開で ART を継続させていくヨッシー。ここでさらなるチャンスが訪れる。おお、まあ、クロニクルバトルというのは ART 中の、まあ、レークでいく可能性があるんですけど、勝ったらまあワルカボだと思うんですけど、ここクロニクルバトルでの勝利はボーナスプラスワルカボチャンス。てかほとんど行ったことないんで個人的に。当たってるよねこれ。はい、ボーナス。はい、ということでクロニクルバトル勝利。 OK、 これはでかい、よくいったなって感じです。これでワルカボチャンスに行きます。ワルカボチャンスはループする ART。 一気に波に乗るヨッシー。まずはだから今日はもうチームっていうのはもう分からないんでね、結果とかは自分が勝つことですよ。まず勝って多少なりとも貢献しないと。チームが負ければ罰ゲーム、
頼りになるヨッシー、ワルカボチャンス突入。で、まあ、このセットの最後に演出発展してそれに、まあ、勝てばループって感じですよね。ストップを減らさずにセットがループするワルカボチャンス。はい、ループでした。まあ、ループするのは分かってたんですけど、実際 25% がやっぱ多いんですよ、ワルカボって。今もう思い出しましたけど、だいたい続かないんですよね。おい、よし、 OK。 おっと、ワループしたこれはすごいっす。今馬乗せがループしてます。やばい、こんななるんや、すげえ。おお、5個乗ったかな今ので。すごいねこれ。いや、やばいな、楽しいな。ああだったら結構すごいね。大量ストック、さらにワルカボチャンス継続で前半戦を折り返す。はい、狙い台だった秘宝伝デブ取れましたので、こちらで実戦スタートしていきます。朝 PV 見ててすごい面白そうだなと思ったのと、ヨッシーさんにいろいろ聞いて、高設定だったらすごい安定感があるって。ヨッシーと共に意地を見せたいすずちゃん。もう大きくなったレーダー。レーダーが大きくなればなるほど高確率のチャンス。お、だいぶでかくなった。いけるんじゃないかい。よしよしよし、いったいったいった、やっといったよ。高確率は ART 突入期待度およそ 50%。 50%ね。クレアさん頼むよ。よし、いったいったいった。 ART 秘宝クエスト突入。秘宝クエストは画面右上のライフがなくなるまで継続。さまざまなアイテムをゲットして、いかにライフをなくさずにゲーム数を伸ばせるかが ART 継続の鍵となる。そういうことね。こうやって選んでいくのか。セーフ。今のでハートが減っていくんですね、間違えると。アイテムゲット。アイテムをゲットしながら液晶左のマップクリアーを目指していく。アイテムがトータック。難なく一つ目のマップをクリアしたすずちゃん。ランクイン。マップをクリアすると道中で貯めた秘宝石の分だけガチャが回せる。すずちゃんが貯めた秘宝石は12個なので、おまけ付きの10連ガチャ。お、おまけも金、金2個か。あ、ライフ2個ある。高確率ゲット。ガチャでゲットしたアイテムを携えて2つ目のマップへ。ここですね。あ、これだ、レプ。よし、行くぞ。先ほどのガチャでゲットしたアイテム特化ゾーンのピラミッドフォースへ、さらにアイテムを増やしていく。うまいこと ART は続いてくれてるので、ここでね、まあ、いかにボーナスいくかですよね。もう枚数が全く増えないから。順調にマップをクリア。ゲーム数と出玉を伸ばすすずちゃん。レイポ。ここで。あっち。レア役。あー、中断チェリー。よし。なんと16384分の1の確定チェリー。50ゲームプラスアルファで
録ラグンやれる感じだよ。秘宝石大量ゲットのチャンスとなる超秘宝クエスト、最低保証ゲーム数は50ゲームだが、10ゲームごとに継続していくのだが、なんか無限に続く気がしちゃいますね。終わる気配はなし。なんとトータル400ゲーム継続。いやー、ついにいっちゃいましたね。秘宝石86個ゲットいたしました。86個分のガチャ、行きます。頼むよ。金が1個最後のおまけで、おお、何、ライフがなくなった時に復活できる。大人買いもいいところ。86個分のガチャを楽しむすずちゃん、だいぶ取れたアイテム、これだけあったら2000枚目指せるんじゃない。まさかの大量アイテムゲットで継続安泰のすずちゃん、最年少にしてチームの大黒柱のまゆちゃんは、だが、お、え、歴史ってここで突如の激引けから大チャンス。お、キリン柄出ました。いけるかな。あれ、あ、お見事、大当たり、当選チャンス当てちゃいました。やった。さらに、え、やった、ST 突入。ヨッシー、すずちゃんのように波に乗れるのか。50回になっちゃう、単発になりがちの時の空気感が出てきてるからちょっとまずいですね。お願いします。あっさり、あっさり終わった。チームの力にはなれず、後半戦へ期待。お庭伝説の最新情報は番組ホームページまたは公式ツイッターお庭伝説で検索してください。そしてお庭伝説増刊号も毎月第2日曜日深夜25時30分から絶賛放映中。お見逃しなく。次回予告、前半戦の結果はご覧の通り。負けたら罰ゲームの熱きバトルはほぼ互角の勝負。一歩リードのチーム西浦は、対するチーム北与のヨッシー、すずちゃんが大健闘で踏ん張る。あと一個でエンディング。頼みの綱のまゆちゃんは次回もお楽しみに。嬉しい。